はい、こんばんは、始まりましたファインダージャパン TV、はい、MC やりますさつきの門脇です。はい、宗田です、お願いします。ありがとうございます。はい、私柿本みなみです、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、あっという間にね、4月に、はい、そうですよ、ね、なんと新元号も発表されて、ね、そんなめでたい日に宗田でしたっけ、宗田でしたね、はい、まさかの M から始めて、ね、はい、びっくりしましたね、宗田元年っていうことで始まりますよ、ね、M1、M2 って数えてくる、そうですね、はい、いやいや、そんな日にね、放送できると思わなかったですね。本当ですよね、変わったわけじゃないけど、なんかおめでたい感じがしますよね、めでたいですね、令和、ね、ピンとこないですけど、そうですね、でも私たちもとうとう3つ目の元号を生きるのかっていう、あ、まあそうですよ ね、感じしますよね、昭和平成とね、なんか平成をこう、結婚しないで、うん、飛んだじゃないですか、だから我々平成ジャンプっていうらしいんですよ昭和の生まれの人が平成で結婚しなくて新元号に行ったら平成ジャンプっていうらしいんですよ。あー、なるほど、はいはいはい、上手、お前が考えたの、いや、はい、世間一般だよどうせネットで拾ってきたよそれ聞いたことあるやつだもんはい、ニュースでやってました、まあ、3人とも平成ジャンプしたって感じですね、はい、そうですね、はい、ということで、はい、このファインダージャパン TV なんですけれども、はい、ですね、この番組は、従来のポートレートとは一線を画した商業広告写真的なアプローチと芸能分野における専門的なノウハウやテクニックを使い芸能活動をしている人たちがより多くのチャンスをつかんだり、これまで以上の評価を受けることができる宣材写真やアーシャ作品などをプロデュースしていくプロジェクトになっております。はい、ということでね、はい、そうね、だからプロ仕様のね、まさにプロ仕様ね、そうですね、もうみんながいいって言ってくれるような、もう多くの人が認めてくれる、それによって、まあ、タレントさんたちが、うん、多くのチャンスをつかむことができる写真をプロデュースしていく番組、うん、ということですね。確かに、はい、だから柿本さんのね、パンフレットに載ってた写真もすごかったですよね。そうですね、ありがとうございます。今日のゲストさん、達也優さんに達也優さん、ね、来ていただいてるんですけども、うん、すでにね、写真、撮影終わっておりますので、なるほど、そのあたりのね、お話もしていきたいなと思います。楽しみですね、今日はね。はい、でも CM 分けては前回のゲストの引きちゆうみちゃんのお写真を見ていきたいと思います、はい、皆さん、はい、今夜もお付き合いよろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとすみませんね、 CM 中にちょっとね、さつきの中でちょっと揉め事が、はい、そうですね、はい、ちょっとあんまりちょっと小競り合いがね、はい、ちょっと小競り合いがね、はい、すみません、はい、はい、切り替えて頑張っていきましょう。はい、お願いします。ということで、前回の、はい、撮影者の写真を振り返っていきたいと思います。はい、前回のゲストは引地ゆうみさんでした ね、まずは引地ゆうみちゃんの撮影風景のお写真から、3枚出ます、どうぞお願いします。はい、お願いします。あら、はい、いいね、すごい良かったですね。ゆうみちゃん白の、まあ、衣装を選んできてくれたんですけれども、このなんていうんですか、なんだっけ、オフショルダー、オフショルダー、そうなんですよ、洋服を選んできてくれて、デコルテとかすごいすっきり綺麗に見えるので、まあ、詰まってるお洋服を選ばれるよりは首元のところすっきりしたお洋服で着ていただいた方が、まあ、より綺麗に映るかなという、そうなんだ、はい、まあ、ケースバイケースですけどね、 あんまりこう覆ってる面積が多くても、うん、まあ、ちょっと太って見えたりとかもしますの で非常に春らしい、あの、衣装で着ていただいてすごく良かったかなと思います。白が似合うね、引き付けはね。そうですね、はい、2枚目、3枚目とちゃんちゃんと出し、あ、はいはい、あ、出たね、ちょっとメイクを南登場ね、はい、そうで、私がちょいちょい登場しちゃうんですけど、まあ、こんな風に、はい、うるさくちょっと直しながら進めております。はい、こんな感じですね、いい感じでした。そして出来上がりの写真も4枚出るということで、はい、よろしくお願いします。おお、いいね、いい感じですよね、綺麗、髪もね、短くてね、すごくすっきり映りますよね。確かに確かに、で、白のやっぱりトップスなので、すごく爽やかに全体的に仕上がってるかなというふうに、お肌が綺麗ね。そうですね、ピッカピカでしたね、お肌。ゲストさんでも皆さん綺麗ですね、写真でもわかる、やっぱり。そうですね、で、2枚目も出ますでしょうか。
あれ、はい、いいね。ちょっと目うるんでない？はい。なんそうですね。うるました？嫌なこと言うたやろ、耳元で。いやいや。なんで目がうるんでるイコール私が泣かせたみたいな。おかしいでしょ。ねえ、きつい女みたいなイメージ付けがひどいですけど、まあそういう側面もありますが、これに限ってはですね、風を当ててるので。あ、そうなんですよ。ちょっとまあ、映像さんに頑張っていただいて、目をこうね、開いてるので、少しまあちょっと目が乾いて涙が出てきちゃうみたいなことあるかもしれないですけど。これ狙った潤いなの？違うよ、たまたま偶然の潤いです。すごいいいね、なんか。はい、そうですね。彼女カラーコンタクトつけたんだけど、すごく綺麗ですよね、なんかね。はい、ということで3枚目もお願いします。あらな、感じで。はい、まあ殺風景なスタジオを使ってますので、少し躍動感が出るような写真というのもね、心がけてます。二次元なのでペタッとした写真ばっかりつくとつまんないですから、はい、少し動きのある写真なんかもね、入れられるといいかなと思ってます。そして最後の4枚目お願いします。こんな感じで ね、やっぱり、女子は色気がないと、ね、ということでね、こういう強気な感じが似合うよね、はい、ね、そうですね、似合ってますね、ゆうみちゃんね、すごく頑張っていただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、わるかわ美人のサイトの方にも、はい、ここでご紹介できなかったお写真が上がりますので、うん、そちらの方も皆さんチェックしていってください。はい、ぜひお願いします、はい、ということで、では早速本日のゲストの方をお呼びしたいと思います。達也優さんです。どうぞ。達也優さんです。はじめまして、よろしくお願いします。元気やな、おい。お願いします。お願いします。お願いします。元気に登場、初めてここ走ってきた人。あ、本当ですか。よかったね。若さ出しとこうと思って。気をつけてね、ダンスあるから。はい、お願いしますね、達也。お願いします。じゃあまあまあ座ってね、お話しましょうか、はい、お願いしますね。すいませんね、ソファーですけども。思ったより低いですよ、本当に。はい、ということで、私からご紹介させてください、はい、達也優さん、1998年6月16日生まれの20歳です、うん、趣味はテニス、動物のモノマネ、美術館巡り、特技は書道、あだ名付け、うん、トランスジェンダーとして舞台を中心に活躍中です。そうなのね。はい、だから一番のも、はい、あれはやっぱりトランスジェンダーってことですね。はいはい、そうですね。そう、いろんな興味深いこともあるけども、その動物のモノマネとかもね、まあ気になりますけど、気になりますけど、まずはそのトランスジェンダーに関して少しちょっとご説明すると、はいはいはい、お願いします。ある人の身体的特徴ないし、遺伝子上の性に基づく、うん、男性か女性かの他人による識別とは違う、うん、性同一性、うん、女か男か、あるいはそのどちらでもないかの状態、トランスジェンダーの人々は異性愛者であったり、同性愛者、両性愛者、全性愛者、あるいは無性愛者であったりすることもあるということで、少し難しい説明になりましたけれども、まあまあね、まあ難しい、はい、でもよく聞きますよ。そうですね、最近ね、はい、最近よく取り上げられてますね。あ、そうですよね、うん、やだやだやだ。別にあなたのことを言ってるわけじゃないから。やだ、あなた個人的なこと言ってないから、はい、そういうことを言ってるだけでね。うん、別に自分のことみたいに捉えないでくださいね。いや、自分のことないけども。でもなんかそういうことがこう取り上げられる世の中自体はやっぱ喜ばしいなって思ってるんですか？あ、でもそうですね、うん、やっと世間の人が追いついてきてくれたなっていうのはすごくあります、うん、あ、自分にね、はい、まあそうよね、だって、はい、10年前まではそんなことは一回も聞いたことなかったもんね。そうですよね。そう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 、そうなんだよね、遅れてんの遅れてんのよね、日本はね、結局そういうことはね。だから人間ってことやもんね。そうです、そうです、人間ね。どういう含めなんですか、それ。だから人間、人間やろ。人間、人間、人間よ、人間、自信持ってお前人間やから。だからそういうことはね、まあまあまあ、難しいこといっぱいありますけども、はい、まあまあそういうことでしょうってことね。そういうことがよくわからなかったですけども。大きくまとめたらね。そう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 。そういう題材のこうドラマとか、うん、まあいろんなものがこう制作されてるのって、はい、もうなんか見ちゃうみたいな感覚なんですか、それとも別になんかそんなこともなくっていう感じなんですか。あ、でも気になりは気になりますよね。そうなんですか。はい、見たいと思います。はい、それはさ、はい、なんか今日下手だよね。だからそれがこれはセンシティブな問題だから、ちょっとずつ聞いていかんと。そうだね、それ一気に聞いたらそれね、それはそうでしょ。俺だってめちゃくちゃ叩かれる可能性もあるから、この聞き方によっては。そうだね。これは男の人が好きなの？あ、そうです、そうです。男の人が好きなの？はい、男大好き。なるほどね。はい、なるほど。うん、
もう生まれた時からもう男の人が好きなんだ。あ、そうですね。そうでしょ、気づいた時にはもう、はい、だからもう完全に中身は女性ってことやもんね。あ、そうです。なるほどね、はい、はいはい。だもうそのオーバーなリアクションに関しては突っ込んでていいの？あ、全然突っ込んでいい。それはいいのね、はい、なるほどなるほど。出ちゃうんですよ。どこまで突っ込んでいいか、どこまで突っ込んで全部突っ込んでいい問題です。でもそれ突っ込む突っ込まんも、これまた下ネタみたいに聞こえるじゃん。やだもうじゃないの、これ難しいよ。まだ早いまだ早い、時間がね、はい何言ってんすか。いやだからそういうことやろ。いやそういうことですけど別に言わなくてよかったと思ったけど、ビール一杯でもあればね、もうちょっとちょっとめちゃめちゃお酒も強いらしいですよ。あ、やっぱそうなんだ。そうなんですよ、酒大好きで。どれぐらい飲むんですか。で、まだ酔っ払ったこと1回しかなくて。そうだ、18歳になったばっかだからね。うん、なんか大ジョッキのビール8杯飲んだら、あ、結構いくね。すごいな。酔っ払ってしまって気づいたら浅草の路上で寝てます。あらあら、すごいね。知らないおじさんに起こされた。やだ。おじさんもびっくりじゃろね。びっくりですよね。起こした、起こした。邪魔だったんでしょうね、きっと。これはもう乙女なんだから気をつけないとダメですね、もうね。本当ですよ、本当に危ないんだから。危ないか危なくないか分からんけどな。やだもう言っちゃってもう。はい、もうちょっとこのやり取りずっと聞いてたいんですけれども、はい、あだ名付けが得意ということなんです。そうなんですよ。これめっちゃ気になるね。はい、はい、あだ名付け、これはあのプライベートからやってるってことですか。あ、そうですね、よく怒られましたから。友達とかにも。はい、よく怒られるの。あ、そう。年上の方とかにはよく怒られます。じゃあつけてよ。じゃあ、ムネタは酢味噌。酢味噌あだ名ってそういうことなの。そうなんです。なんか思ってたのと違った。イメージフードみたいな。イメージフード。酢味噌。イメージフード。そうなんですよ。イメージフード。酢味噌。はい、イメージフード。え、全員食材に例えられるの。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。よくお分かりで。じゃあもうあだ名付けじゃねえやこれ。でも酢味噌に限っては食材でもなく調味料ですからね。酢味噌ってなくてもいいやつ。俺は俺は、なんだろうな、大根の葉っぱ。大根ですよ。なんか葉っぱのエネルギーをすごく感じます。あ、そう。はい、身の方ではない。じゃないや、葉っぱの方ね。はい、大体捨てるとこやろ。そう、やだ。おかゆに入れましょう。おかゆに入れましょう。七草がゆに入れましょう。じゃあ柿本さんは。うん、レンコン。レンコン。なんでレンコン。レンコン。そんな穴開いてそう。やだもう。風通しがいいってことだよね。違う、免疫力高いってこと。免疫力が高いってこと。免疫力高そう。あ、そういうの。はい、野菜一個一個の特徴と絡めてくれるの。この後はゆいちゃんの子供時代を振り返っていきたいと思います。はい、ということで本日はゲストに、達也優さんをお迎えしております、はい、ということで、ねはい、あだ名つけてもらいましたけどね。はい、レンコンでーす。レンコンね。イエーイ。私が大根の葉っぱです、からの酢味噌です。酢味噌です。素敵。なんだよ、酢味噌かな。まあまあまあ、ゆうちゃんのね、いろいろについて聞いていきたいと思うんですけど、ズバリ子供時代どんな子供だったんでしょうか。そうね、中学校の頃まではですね、うん、今より体重が30キロぐらい重くて、学校まで家から15分ぐらいかかってたんですよ、中学校。ちょっとその話をしながらハッピーグラフ振り返ってみましょうか。ハッピーグラフが好きすぎて、雑草食べて行ってました、学校まで。もうお腹空いちゃって。どういうこと、どういうこと。もうお腹空いちゃって、犬とかが散歩した後って踏んでくれるんですよ、草を。その踏んだ草って柔らかいから、美味しいって食べてました。え、なに、そういうこと。出身どこなん。出身埼玉です。埼玉。はい。葉っぱ食べて、家ではご飯なかったの。いや、いっぱい食べてました。どういうこと。それでも足りなくて。そうなんですよ。なんか買ったらいいじゃない、別にコンビニとかあったでしょ、時代的に。登下校だったからダメなんだ。ダメだったんですよ。それコンビニで物を買うよりダメよ、葉っぱ食べるのは。だから先生にやめてって言われました、学校の。そうやろ。ね、みだらな行為をしていけませんみたいな。みだらな行為っていうか。うん、まあそっか、そんな食いしん坊だったんだ。で、ハッピーグラフが生まれた時は 100%。 そうですね、超幸せで生まれたハッピーね。はい、3歳ぐらいでぐんとマイナスですね、もうね。そうなんですよ。もうマイナスで、はい、ずーっと13ぐらいかな。そうですね、13ぐらいまでは、はい、どん底。どん底でした。で、急に15で上がって、はい、で、ちょっと下がって今って、ね。あ、そうです、そうです。やだん。15がピークなんだ。
そうですね、すっごい美味しい葉っぱ見つけたってこと？違いますよ、やだやだもう雑草？雑草だ。違います、その時自分が一番可愛いことに気づいちゃったんですよ。人類で。あ、15で？はい、なるほど。あ、人類で一番可愛いと思ったの？自分可愛くないみたいな。はあはあ、埼玉で一番可愛いみたいな。あら、結構ね、大きく出ましたね、はい、ハッピーだったんです、毎日。あらら、あ、そう、ハッピー。あんまり言いたくはないけど。え、それ何、気づいたきっかけは何だろう？鏡見てたらハッてなったよ、ね、あ、そうなんですよ、嘘可愛いみたいな。え、じゃあそう、はい、鏡見たことなかったんですか？違う、誰が言うとんねん。あったんですよ、あったんですよ。誰が言うとんねん。やだもうありましたけど、はい、え、3歳からあの13歳ぐらいまでのどん底はさらっと言うとどんな感じのどん底ぐらいだったんですか？さらっと言うとですね、うん、自分がトランスジェンダーということに気づいてしまったんですよ。おで、老後が心配になってしまいまして。早いな。そうなんですよ、うん、老後どうしたらいいんだろうみたいな、うん、年金とかどうしようって考えてそうな。そんなこと気づいてないの？そんなこと3歳から13歳で早い、人生どうしようみたいな。え、これはその男の人が好きだということに気づいたってこと？あ、それもありますけど、うん、幼稚園入る前に制服があったんですよ、うん、もう、うん、なんで男の制服なんだろうみたいな。そっかそっか、自分は女の子やと思ってるから。そうなんです、なんで髪の毛短いんだろうみたいな。あ、なるほどね、そっか、そういう苦しみがあるのか。そうなんですよ、はい、え、それでこう、まあまあそのしんどい時があって、はい、で、ここで自分が一番可愛いって気づいて上がって。そうなんです、埼玉一可愛い、一番可愛いってなっちゃって。結構単純なことでこんなに上がるよ。え、で、何、老後の心配吹き飛んだの？それで。まだそれは今も続いてます。あ、あるんだ。毎日眠れないの。今が一番怖いやる時、はい、これからどんどん怖くなるよ。そうだよね。嫌なっちゃう。はぁ、そうか、ここの上がりがそれだけなんだ。あ、まあそうですね、可愛いって気づいて、はい、ここの間に吹っ切れたんだよ、じゃあ。そうですね、もう今までのことは水の泡みたいに消えていっちゃいました。え、あのさ、これ聞いて分かる、その制服とかどうしてたの？その中学校とかは。中学校は学ランを着せられてたんですよ。え、じゃあこの上がった時も学ランやったん？そん時は、そん時も学ランでした。あ、学ランやったんや。だったんだね。でもその苦しさも超えるぐらい可愛かった。可愛かった。もう最高に可愛かったんですよ。はい、なるほどね、そっかそっか、それは嫌だよね、学ラン着せられるのはね。嫌、はい、でした。でも変な話、なんかこう、いじめられたりとかそういう経験はなかったんですか？ あったんですけど、気づかなかったんですよ。よかった。それはよかった。すごいのがあって、うん、筆箱とか休み時間にちょっと席を離すと、うん、トイレの中に沈められてたんですよ。でも、ね、あ、達也が可愛いからみんな嫉妬してるんだと思って。本当に？本当に皆さん可哀想みたいな。かわいくてごめんねってなっちゃったんですよ。はい、じゃあ親御さんのね、はい、育て方が相当いい、素晴らしいよね。あ、そうなんですかね。そうじゃない、そんな。あら、やだん。はい、強い子だったんだ、じゃあ。やっぱ伊達に雑草食べてただけはないね、ね、本当に。雑草食べて、雑草魂手に入れてる人初めて見ましたけどね。雑草ありがとう。本当なんか今が食べようかなって思っちゃいますよね。食べてください。ありがとうございます。はい、すごいね。で、こっからちょっと落ちて、はい、これ何なの？そこはちょうど15歳の時に芸能界に入ったんですよ。あ、なるほどなるほど。そしたらですよ、自分より可愛い人っていっぱいいるじゃんってなっちゃったんですよ。うわ、テレビ見りゃ気づくやろ。いや、気づかなかったんです。気づかんないや。気づかなかったの。そうかそうか。ちなみに芸能界に入ったきっかけは？あ、きっかけはですね、3歳の時に、うん、あのテレビでお姉タレントさんを見てですね、うん、自分の生きる道はここだって思ったんですよ。なるほどなるほど、はい、それは誰なんですか？それはカバちゃんさんでした。あー、カバちゃんね。3歳の時にカバちゃん見て、うん、こういう風になりたいなと思ったんだ。なりたいなって思ったんですよ。結構真逆やけどな。え、本当ですか？別に綺麗じゃないじゃん、カバちゃんって。だいぶお笑い寄りじゃない、あの人。はい。もともとダンサーのイメージもありますしね。なんか振付師みたいなイメージが。でも自分に正直に生きてる人ってかっこいいなって思っちゃったんですよ。まあ、確かにね。すごいませた見方やね、はい。そうなんですよ。3歳で。はぁ、普通ね、見た目が綺麗でこういうアイドルになりたいとかやけど。あー、そうですね。そういうのじゃなかったんだ。そういうのじゃなかったです。はぁ、はい、なんか確信をついてますよ。生き様に憧れるってすごいですよね、3歳でね。確かにね。かばちゃんさんも初めて言われたんじゃない、それ。そんなことないと思いますけど。ないです、かっこいいです。芸能界に入って一番変わったことは何ですか？変わったことですか、うん、下手なことはできなくなりますよね。
なんかそりゃそうだ、はい、下手なことどういうことだ、例えばえ、まあ路上で寝てしまうとか、まあ、でもそれついさっき話したよね、まあ、夏去年の夏なんでもう時効なんですけどなんかねどこにいても達也優がまとわりつくじゃないですか、うん、まあまあ、うん、それはそうね、いやそれは気にしちゃうようになりました、はい、まあそうよね、大胆な行動はできなくなるけどね、はい、そうです、雑草とかも食べらんないなみたいなまあ別に雑草食べても大丈夫よ、別に、はい、東京の雑草は食べれないです、うん、食べても大丈夫よ、埼玉は大丈夫、埼玉は大丈夫、見てない芸能界で一番嬉しかったこと、嬉しかったことですか、うん、でもやっぱ応援してくれる人に出会えたことですかね、あそうだね、こんなヤバい達也を応援してくれる人いるんだみたいな、うん、あそれはもう感謝感激雨嵐です、あらら古いですね、はい、やだやだじゃない、こっちのセリフだよずっとこっちがやだのそんな古いこと言わないでなこと逆に一番辛かったことは、一番辛かったこと今は全く思わないですけど、うん、15歳の時とかはやっぱ自分よりも後輩の子が先に売れていっちゃったりとかすると、うん、なんだとか思ってました、へえ、例えばそう誰なの後輩、でも大して売れてないですけどそんなこと言うの、大して、まあ、今も売れてないですけど、うん、なんとか点五次元舞台の人とか、ああそういうことだ、一緒に、まあ頑張ってた人たちが、そうなんですよ、はい、15歳はそれは何、はい、でどうやって入ったの、そのスカウトされたんですよ、あ、そうなんだ、はい、最初アイドルになりたかったんですよ、うん、国民的アイドルに、うん、そしたら違うところに入っちゃったっていう、AKB みたいなこと、あ、そうですみたいに、に入りたかったんだ、入りたかったです、オーディションも受けたんですよ、あ、受けたんだ、落ちました、ええー、まあ落ちたからここにいるんですけどね、おー、そう、はい、ね、受かりそうやけどね、え、本当ですか、嘘です、やだもうやだ失礼飲み屋じゃないんだからさ、なんかもう飲み屋みたいな、面白いなでもなんか受けるとかそういうところをちゃんとアクションで起こしていくっていうのがすごいですよ ね、うん、確かにね、はい、入りたいなぐらい思ってもなかなかね、うん、応募につながったりとかっていうのでね、その時ちょっと受験もあったんですよ、うん、で勉強が無理なんですよ私勉強が何もできなくて逃げれると思ったんですよ、勉強から逃げれるみたいな、そっか、ちょうど高校受験の時だ、そうなんです、そうなんです、勉強なんてもう嫌だと思って、全然親御さんとか何も言わないんですか、あ、だから内緒で受けたんですよ、あ、そうなんだ、事務所入る時に、あ、なんかお母さんのハンコいるから来てみたいな感じで連れてきちゃいましたへぇお母さんびっくりしてたでしょ、びっくりしてました、受験だろうってお母さんはその達也ちゃんのそのトランスジェンダーのことは知ってる、あ、知ってます、知ってます、昔から、あ、もう昔から知ってる、はい、なるほどね、男に戻すために必死でした、お母さん、あー、そう、サッカーとか野球とかいろいろ習わされましたね、あ、まあまあそういうこともあるか、はい、そらね、なるほどさ、え、それは何歳の時にどういう形でこうカミングアウトみたいなのをするしたんですか、なんかカミングアウトとか特になくて、うん、もう隠せないんで、うんうんうん、全部もう筒抜けにしちゃうんですよ、うんうんすごい風通しよさそうだもんね、うん、もうこの感じがカミングアウトもないよみたいなずっとこのままバレてる、バレた、そうなんですよ、あー、じゃあいいね、はい、だいぶ楽やもんね、楽なんですよ、苦しみなく生きてました、確かに確かにそんなことはないと思いますよね、苦しみなく生きてる、はい、これだけは人には負けないという最強の自慢はありますか、あります、お、うん、それはもう一生お姉タレントとして生きていくっていう心構えは負けません、なるほどなるほど、はい、そっかそっか、これからも死ぬまで、はい、死ぬまで、しぶとそうやもんな目標にしてる方はカバちゃんさんですか、いや、カバちゃんさんではなくて、うん、違うんか、今は春菜愛さん、はい、憧れてます、やっぱ可愛くて面白くて綺麗にね、はい、最強だなと思って、すごい綺麗だもんね、あの子ね、はい、確かに確かに、綺麗に、綺麗になりたいんだ、じゃあ綺麗になりたいんですけど、綺麗って言われるよりも面白いねって言われた方が嬉しいです、あ、そうなんだ、はい、やっぱそれはちょっとカバちゃん寄りなんだね、あ、そうなんですかね、いやもう何も言ってないけど、なんなっちゃう、なるほど、そうか、え、ゆーちゃんにとってトランスジェンダーってどういうものなんですか、やっぱ憎んだりもしない、しますけど、うん、やっぱ一生付き合っていくものですかね、うん、離れないものなんで、まあそうなんね、もうしょうがないもんね、はい、そういう、もう受け入れるしかないんで、ね、そういうことなんだもんね、はい、来世に期待、来世に期待、はい、今で十分やろ、いやなんかこういう仕事ってすごくいろんな人に影響力をこう持ったりとか、はい、発信力を持ったりとかするお仕事でもあると思うんですけど、はい、
そのトランスジェンダーとか LGBT のこと日本多分疎いと思うんですよ。そうですよね。そういうことをこうなんかこうゆうちゃんの活動によって変えていきたいみたいな、そういう夢もあるんですか？すっごくあります。本当に、うん、ありますあります。これは本当です。はい、自分はもう何不自由なくいじめられても気づかなかったり、もう隠さないかったりとか、いろいろ自分はね自由にやらせてもらったんですけど、うん、やっぱ隠してる方とか、うん、言えない方とかいっぱいいると思うんです。苦しんでる方とか、うん、そういう人をね達也を見て元気になってもらいたいなみたいな、うん、ああなるほど、元気にはなるかもしれないね、はい、人生の手助けをしたいんですよ。ああ助けるらしく、助けることはないと思う、元気にはなると。やだ、なんでですか。やだもうだってマジで喋っとったらただのバカの女や。やだ失礼失礼極まりないんですけど失礼なんだからもうバカじゃないですよ。バカずっとこうやってるんだ。なんなんこれ。何やったのこれはずっと。すごく気になるの。これは頭から出てるんです。何か。能力が。能力が。ハッピー能力。ハッピー能力ね。はい。このなんか動きが大きいのは何なんですかね。何なんですかね。何なんですかね。ずっとなんですよ。すごい特徴的ですよね。なんかね。嬉しい。本当に褒めてないけどね。褒めてないですか。トランスジェンダーなんてもうどうでもよくなったもんな、ね、今。そんなことよりバカな女が来たと思ったんだけど。失礼失礼もう。すごいな。すごい面白いですよね。まあね、まあ元気は出るだろうね、はい、見てね。いや励まされるよ、はい、こんなに明るく生きてきたんだもんね。そうなんですよ。ほら、ほんといじめられてることに気がつかないとか才能ですよね。才能、確かに自分の心に感謝って思いますよね、はい、ちょっと CM の後はね、はい、美のことなんかについても聞いていきたいと思います。はい、はい、はい、お願いします。はい、本日は、達也ゆうちゃんにゲストで、はい、来てもらっておりますということでね、まあまあ面白いですね、明るくてね。すっごいパワフル。やったー、確かに、本当に、うん、パワフルが。いやなんかもう、なんか疲れちゃったもん。早いですよ。パワーに押されすぎて。やだ、いやもう、人のパワーも吸い取っていくよ。もう出しながら吸い取ってるよ、すごいすごい、この人は。本当にマリオカートで言ったら、そのクッパとかドンキーコンキーでかいやつね。マリオカートで言ったらよ。やだでもクッパ大好き憧れてました。はい、ということでね、ゆうちゃん面白いんですけれども、はい、まあ、美しくいるために普段していることは何かありますか？はい、美しくなるために、うん、あ、でも常に可愛い人たちの画像とかを見てます、うんうん、おー、ネットで、はい、うん、へー、例えば誰ですか？誰、うん、でも最近は、うん、藤田ニコルちゃんとかずっと見てます。生き方にすごく憧れてて、はい、なんかそこ来たかっていう感じもしますけどね。あ、本当ですか、うん、ギャルにもなりたかったんですよ。おー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 、そうなんだ。だからちょっと憧れもあるんですよね。なるほど、なるほど、はい、生き方とかやっぱそういうとこ見るんだね。そういうこと見ます、見ます。中身がチャランポランの人大嫌いなんで。なんで笑う、ね、なんで笑う、ね、あぶねえ、あぶない危ない危ない危ない、一言出そうやったもん。やだ、あぶね、まあまあいいや、いいや、やだ、もう中身がチャランポランと嫌いもんね。嫌いね、確かに、そりゃそうだよ。ちゃんと地面に根を張って生きていこうみたいな。そりゃそうだ、雑草だけにな。はい、雑草バー雑草バーってやだー、はい、ね、そしてまあファッションに関するこだわりとかはありますか？あ、あります、あります。お、教えてください。うん、え、立っていいですか？もちろんもちろん。今日はですね、春なんで、うん、ミルクせんべいみたいな色で来ました。そんなことやねん、お前。パッと言うの悪すぎるやろ。ミルクせんべいって、はい、あの駄菓子屋さんでよく売ってるミルクせんべい。美味しいやつな。はい、美味しいですよね。梅ジャムつけちゃって、うん、梅ジャムつけちゃってね。そうなんですよ、私が梅ジャムみたいな。やかましいわ、やかましいぞ、おい。せんべいで、はい。あ、やっぱ家でも洋服は好きなんだ。大好きです、大好きです。はい、え、でも女性もの？そうです、そうです。あ、なんで男性も着てるんですか？逆にここまで来てなんで着てるんですか？確かにおかしいよね。そう、そういうとこですよ、本当にもう。靴は、靴は、靴、靴も女性ものじゃないですか。あ、そう、はい、入る？入んないから探すの大変なんですよ。はい、いや、そう、俺もね、その昔コントやった時に、うん、はい、女装する時に靴だけないのよ。あ、上は入るよね、うん、
けど靴はないのよ、まあない。でも結構今って海外ブランドが結構いっぱいあるんで、そっか、はい、いや、ちなみに足のサイズはいくつなんですか？足のサイズはファンタジーなんですよ。ファンタジー、やだー、ファンタジーもな、ファンタジー、そう、ファンタジー言えないね、言えない、言っちゃった、ごめんごめん、今の私がダメだった。そうなんですね、29ね、やだ、そんなやだ、29めちゃくちゃできるじゃん、巨人じゃないですか、そんなの。やなっちゃう。一番やっぱり靴が大変。そうでもない。そうでもないです。何が大変？肩幅。肩幅。なんか可愛いお洋服あるなと思っても、なんかここら辺は入るんですよ。意外と細いから。肩が入んないんですよ。やっぱそっか。なんか肩だけはね。切れちゃうんですよ。切れる肩が。はいはいはい。オフショルダーさっき話してたじゃないですか。この辺がきつくなっちゃって、動いてたらビリみたいな洋服が。あ、そうなんだ。違うなっちゃうな。そうなんですよ。そっか、やっぱ肩だけはね。はい、でも人混みとかだと、バババってぶつかっていけば道が開けるんで、結構便利なんですよ。本当にポジティブやな。はい、ガンダムみたいに進んでいくんで。はい。そうか、そうか。はい、ということでですね、ここからはちょっとこのテレビのね、本題といいますか、はい、写真のお話をしていきたいと思いますが、ゆうちゃんにとって、写真とか、写真撮影に関して気にしていることはありますか？でも写真って全部透けちゃうじゃないですか。確かにね、だからその時のベストな達也を出せるように頑張ってます。なるほど、なるほど。ベストオブ達也、ベストオブ達也ね、はい、あ、出すの、まあ難しいよね、でもね。そうですよね、一枚はね、はい、でもなんかベストの達也に立つために、6時間とかお風呂入るらしいよ。そうなんですよ、すごい。すごくない？なんでなの、それ何を目的？半身浴をして汗かくってこと？汗をかきます。で、結構本読みながら入るんですよ。お、昨日は IKKO さんの美の格言っていう本を見ながら。知ってる知ってる。知ってますか？知ってる知ってる。もう何回も読みすぎてもうべちょべちょなんですよ。お、絶対シワシワしてるよね。はい、意識高めてます。すごい、鬼の追いだきするらしいよ。そうなんですよ、すぐ冷めるから。そうなんですよ、じゃ冷めてなくても追いだきちゃうんですよ。汗かき、汗かき、ホットみたいな。ダイエットのためで。ダイエットのためです。へえ。お母さんにめちゃくちゃ怒られるんですよ。おお。それは6時間も入ってたね。そうなんですよ。はい。まあ、ベストの達也で立つためにね、はい、それだけのことをしてくれて、はい、しかも今日も来てくれたということなんですが、はい、そんな達也優さんのお気に入りの写真ベスト3があるということなので、はいはいはい、ここで見ていきましょう。はい。なるほど。では第3位です。お願いします。3位ね。お。あ、かわいい。あら、かわいい。それかわいい。ちょっと遠いな。遠いですね。遠いですね、確かに。でも全体かわいいけどね。え、これ何の衣装ですか？あ、これは舞台に出演した時のビジュアル撮影かなんかの写真なんですけど。おー、いいじゃない。いいじゃないですか。かわ、綺麗。かわいいですね。何役？妖精役とかですか？あ、違います。これは2丁目のバーの選手の役だったんですけど。なるほどね、ぴったりじゃない。やだ、ちょっと。ぴったりじゃない。ぴったりじゃない。いいよ。やんなっちゃうんだからもう。それがぴったりです。でも背も高いし、かっこいいよね、やっぱりね。絵になるよね、やっぱ。決まってるなっていう感じですよね。玄関に飾ってください。そういうことじゃない。行き回しするんで。そういう邪魔でしょうがない。では、じゃあ第2位お願いします。あ、かわいい。これもかわいい。成人式。これはこの間の成人式の写真。かわいい。あら、これかわいいじゃない。そうなんですよ、めちゃくちゃかわいい。よくしてくれたね。はい、絵元がいいからです。え、やだ、ちょっともう。これハリウッドの特撮舞台かなんか読んだ。違いますよ、やだ。パツパツ作ってくれた。スーパーナチュラル達也でした。スーパーナチュラル。これちょっと顔アップにできます？寄れるのかな。さ、顔違うくない？え、一緒です、一緒です。本当に SNS に載っけてる写真って全部顔削ったりしてるんですけど。削ってないじゃん。これは削ってないんですよ。これ削ってないの？これは小さすぎて歪んじゃうと思ったから削ってないんですよ。ほら、そのまんまじゃ。めちゃくちゃ可愛いんです。可愛い可愛い。ありがとうございます。これいいね。着物もすごい素敵ですよね。綺麗。そうなんですよ。艶やかでね。人生に一回なんです。これどこで盗んできたの？これ。え、
どっか盗んできたよ。いや借りてきましたよ。なんだって盗人なんじゃないからもう失礼なんだから、でも背が高いからねなかなか ね、 うん、はい、いやでも大変なんですよ、すごい170で、うん、あの着物を探すっていうのは大変なんですよ。着物って難しいんだ。そうなんだ、はい、ね、数少ないよね、そうなんです、下が足りないとか、そう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 、長さが、はい、そうかそうかそうか、でもやっぱ人生ついてるんで、そうだね、1軒目のお店でもう見つけちゃって、すごーい、かわいいと思って、お母さんに内緒で勝手にオーダーしちゃったんですよ。あ、すごいこれでってうわー、高かったでしょう、まあ、高かったですね、お母さんびっくりするね、はい、え、あの晴れの日で晴れの日で借りてる、いや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 やだ出さないでください。本当に、ね、クソ社長がね、クソ社長って言うね。そして第1位のお写真も出ますでしょうか、はい、1位見ないとね、うん、1位ドン、うん、かわいい、何何何何何、ライオンキング出たの、違うんですよ、これは1月今年の1月にコントに出た時に馬の役をやったんですよ。馬なんですよ、これほぼプライベートショットやろ、これも、ね、え、違いますよ。なお風呂上がりこんなんだ、やだやだやだ、もっとかわいいですからもうコントに出たの、はい、そうなんですよ。うーん、馬、馬です、馬か、これ、はい、え、馬って見たことあります、あります、あります、ちゃんとウィキペディアで見ながら、ウィキペディア顔面に塗料を塗ったんですよ。すごいメイクしてんじゃない、はい、これ自分でやったんですか、あ、自分でやりました。え、こういう舞台だったの、あ、違います、コントだって、勝手にやってました、コントに出たんだって、コントに出たの、そう、うん、コントなんですけど演出家さんに内緒でこれでやっちゃって、うん、びっくりしてました、すごい、はー、ブレるよな、すごい、コントからしたらすごいブレるやろ。え、本当ですか、ありがとうございます。いや、褒めてないのやだやりすぎよ。でもこれが一番気に入ってんだ、写真は、これ気に入ってます、一番漏れてると思って、顔が漏れてる、漏れてる、はい、どういうこと、すごい馬に近づいてるってこと、あ、そうです、そうです、そうでええの、あれ、私馬なのかなみたいなそれでいいの、わからんわ、どこを目指しとんのかでもね、この写真を1位で選ぶあたりが人間の可愛らしさがすごい出てるなっていう、まあ、確かにね、感じでしょ、ね、もう私綺麗でしょっていう写真ドーンって出されてもね、はい、綺麗ってしか言いようがないですからね、我々としてはね、2位の写真が1位じゃなくてよかった、ね、あ、本当ですか、すごい好感持ってますよね、うん、したたかさを感じるやだ、これ待ち受けなんですよどれどれどれ、今の馬、馬、馬待ち受けなんです、うっそ本当です、なんでなの、え、なんか漏れてるからなんか分からんの、その漏れとるの、すごい自慢しちゃうんですよ、見て見てって、うん、まあまあでも可愛いよ、はい、後で焼き回します、ぜひ行きますね、ごめんなさい、はい、大丈夫です、はい、ゆうちゃんにとってズバリ写真とは何でしょうか、写真は生き様だと思います、おお、うん、本当に全部バーってさらけ出しちゃうから、好きなんだ、写真が、写真好きですね、へー、はい、なんで写真が好きなの、動画とかよりも写真が好き、そうですね、動画だってやっぱアラが出ちゃうんですよ、私、おお、そうね、うん、今日出まくりやもん、あ、やだちょっといやもうでもアラじゃない、これは良さよ、良さ、うん、良さ良さ、全然、そう、だから写真のがいいんですよ、あ、それは隠したいんだ、そのこのこういう感じを、あ、出したいです、出したい、出したいです、でも写真ではあんま出ないもんね、そうなんです、会った時にびっくりさせたい、あ、写真で見て可愛いなと思って、はい、会ってみたら、はい、なんか妖怪じゃないかみたいな、やだもう失礼しちゃうんだから、妖怪で化け物やったけど、ね、こっちの方が上だったよねえ、本当にエンターテイナーなんだね、なんか人を驚かせたりとか、ね、楽しませたりとかするのが喜びっていう考えなんだろうね、人を楽しませようっていうサービス精神すごい感じるもんね、本当ですか、やった、本当俺もやっぱできればそういう人を相方に持ちたかったもんね、やっぱり、やだ、見てみる、え、ちょっとやだや、無理よ、遅い、やめてよ、遅いよ、あとでレンジしなきゃサービス精神ゼロなんやから、まあしょうがないで、できれば喋らんく終わりたいはい、まあそのサービス精神旺盛だね、達也優さんなんですけど、はいはい、仕事をする上で大切にしてることを教えてください、あ、仕事にしてはですね、うんうん、やっぱまた会いたいなって思ってもらえることが一番ですかね、はい、思っとるよ、もう俺は、え、うんうん、思ってるもん、本当ですか、うん、私もハッピーだからもうあの、もう帰ってもらっていいですか、やだ、ちょっとまだ会いさせてくださいしぶといですからね、目張ってるからね、はい、目張ったよね、バーバーバーですからはい、はい、まあ、そういうこと注意してんだ、もう一回人にあ、これで会ってみたいなっていう、はい、お一番大事ですよ ねこれさ、マギーシンジさんぐらいしかやらないよねこれ耳が遠いんですよ
耳が遠くて野々村議員ね、やだちょっとそういうの出さないでください。ちょいちょい古いよねやんなー。続いて座右の銘や大事にしてることをぜひ教えてください。はい、はい、座右の銘は、うん、なんて書きましたっけ。見て見て。3つあるよ。そうですね、努力は必ず報われるとか、うん、明日は明日の風が吹くとか、うん、まあこれはなくなっちゃったんですけど、うん、最近思いついたのが、うん、胃の中の蛙大会を知らずみたいな、うん、おーおーおー、すっごくいい言葉だなって思ってるんです、うん、最近知ったよ、はい、おっせーな。私はカエルだと思って、まだ、うん、あ、まだカエルだと思ったの、はい、インド洋に出なきゃみたいな。あ、結構大きいとこ出るかね。はい、はい、あ、そうひらめいちゃったんです。ひらめいちゃった、はい、本当に出てほしいよね、本当にインドに、うん、言ってほしいけどね。ナマステナマステですね。どこでもなんかしぶとく聞けそうだもんね。いやー本当ですか。でもなんかあれですね、その言葉続きありますね、確かね。え、そうなんですか。なんだっけ、井の中の蛙大会を知らずされど空の青さを知るでしたっけ。あ、そうなんだ。そうですよ、確か、確かそんなような、海は知らなくても空の青さは知ってるよ。ああ、だからいいじゃん。そういうことなんですね。じゃあ海も空も知ってこよう。そっか。インド洋に行ってね。インド洋に行って空も見上げる。空も知って。知って海も知っちゃう。雑草の良さも知って。世界中に雑草を張り巡る。ネオ。つや言うの。ハッピー計画。ということでですね、この後は達也優さんの夢について聞いていきたいと思います。はい、夢。夢。はい、ということで、はい、達也優さんの、はい、将来の夢、はい、ね、聞いていきましょう。もうね、はい、いろいろ突っ込んでったらね、もう時間も足りませんので、うん、そうですよね、まずは質問からね、そうそうそう、はい、進めていきましょう。はい、将来の夢はですね、うんうん、達也優と生まれてよかったって叫びながら絶命することです。はい、死ぬんだ。そうです。よかったーつって死んでいくの。112歳ぐらいで死にたいんですけど。長生きするな。桜満開の中、川にぼちゃんって死にながら。あ、川で落ちて。はい、死にたいんですよ。へー、はい、なんか将来的に不安を抱えていながらも結構長生き希望なんですね。あ、そうなんですよ。長生きはしたいんだ。長生きはしたい。でも足腰を強くしたいです。長生きするんだったら、ね、いっぱい登山とかしたい。でも大丈夫、強そうだから大丈夫。あーハッピーだ。幸せ。いやでもいいですよね、自分でよかったって思って死ねるなんて最高ですよね。そうよね、うん、でも1回ですから。さっきのハッピーグラフ見てる感じじゃ、うん、全然そのまま死んでいきそうよね。え、今だって今これ間違えちゃったんですよ。え、どういうこと。これちょっと下げて 60% ぐらいのつもりが 100% ぐらいのとこにずっと。ああ、今現段階では何パーなの。今は 60% ぐらいです。まだ 60% なんだ。まだ死ねない。まだ死ねない、うん、まだ全然良くないから。そっか、はい、これが 100% になった時に死ねるようにってことね。そうですね。まだ 60% なんだ。そうです、そうです。完全体じゃないんで、まだ足りない。はい、全然。はい、これからどんどんエンジンかかっていく。そうです、そうです。ブンブンブン。はい、ということで最後の質問なんですけれども、うん、はい、あなたにとって達也優とは何でしょうか。達也優とは親友です。おー、はい、親友。はい、そうです。うん、やっぱ一生付き合っていくものだと思ってるので、うんうん、まあ、達也優じゃなくなるかもしれないけど、うんうん、やっぱりね、相棒、相方みたいな感じです。あー、はい、なるほどなるほど。うーん、そうか、それも変えられないもんね、それはね。はい、そうですね。じゃあこのままずっと、はい、タレントみたいなことでやっていくってことですか。あ、そうですね、今ちょっと舞台の仕事が多いんですけど、まあ、ゆくゆくはバラエティ番組の方に行きたいです。はい、やっぱそうなんだ。そういうアイドルとかもうやめたんだ。はい、もうアイドルは捨てました。来世、来世に期待。来世に期待。潔がいいよね。はい、うん、もう虫とかいっぱい食べたいですもん。あ、そう、うわ、そういうね、体を張りたい。虫がかわいそうやもんね。なんでですか、もうこれに食べられて。やだ。こんなために生まれてきたんじゃなかった。やだ、虫も。もっとかわいいアイドルに食べられたかったよ。でもちゃんとおいしいおいしいって食べますよ。ありがとうって食べます。感謝しながら。そっか、バラエティーでやっていきたいんだ。はい、じゃあ別にこんなのヘロチョコよね。あ、そうですね、別にね、何言われようがね。はい、
メンタルだけは強いんで、そうかそうか、じゃあ最初からそれ聞いておけばよかったらもっと言えたな、じゃあ何ですかもうだいぶ遠慮してたんですか、だいぶ遠慮してた、だいぶ気使ったよ今日、じゃあ次に期待ですねちょっと1年後でいいですか、やだもう1年でいいですか、パワーアップしちゃいますから、1年に1回でいいですか、1年に1回でいいですよ、本当に節分と一緒だ他にもある、大体そうだからどうせということで、まあまあね、1時間ぐらい話してきましたけども、よかったね、どうですか、押し上げの母、あ、ごめん、ね、申し訳ない、私のことなんだ、そうなんですね、うさんくさくて検索しちゃいました、あ、押し上げの母って何、さて、ゆうさんですよね、うん、はい、1時間喋ってみて、なんか、うん、いや、でも本当にエンターテイナーだなって思った、確かに、うん、人を喜ばせることが好きっていうのって、そうですね、私たちにとって一番大事な気持ちじゃないですか、その一番大事な部分を持ってる、すごいハートフルな方かなって思いました、で、写真に関して言えば、うん、なんか正直、まあトランスジェンダーの方初めてお迎えしてプロデュースするっていうことで、うん、結構まあ緊張してたんですけど、はいはいはい、なんか実際撮ってみて、うん、あの羨ましいって思いました、え、その顔間違いないよ、一応邪魔やからやめてくれ、びっくりしちゃった、ちょっと今邪魔やから下向いとってなんかよく写真撮影とかね、うん、もっと強く男性っぽくとか、うん、もっと女性らしくとかっていう、うん、その性別とかをこう引用して表現をしてくださいってことをお願いしたりとかするんですけど、やっぱ両方持ってるから、うん、男性とか女性とかじゃない魅力がギュッて一枚にこう詰め込めるっていうか、へー、なんかそういうのをやっぱ超えていけるものがやっぱ写真の良さでもあると思うんですよ、はいはいはい、なんかそういうのにとらわれてないし、まあそういう意味で言えば時に男性らしく時に女性らしくっていうことは両方にもいけるから、うん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 、なんか新しいこう表現の場所を私も見れたっていう感じがちょっとしました、はい、なるほどなるほど、そう、うん、確かにそうだよね、うん、でなんか撮っててすごい美しかったです、あらら、でやっぱ美って男性とか女性とか関係ないんだなって思いました、美しいものは美しいじゃないですか、性別って本当にくだらないものなんだなっていうのをゆうちゃんを撮影してみて気づきました、でも邪魔やな、はい、嬉しいやろ、でも本当に綺麗だったので、次回 の, 放送の時の写真紹介を楽しみにしていっていただきたいなって、マジでこれ見てるか、はい、思います、嘘みたいやけどな、こんなんじゃないんだ、本当に本当にこんなんじゃない、ちゃんとやりました、あ、そう、はい、まあでもね、はい、その奥行きみたいなのありそうですけどね、はい、ね、生きてきたあれが違うからきっとみんなとかね、はい、ナイトサファリみたいな感じで撮ってる、ちょっと全然違うけど、いらんこと言うなよ、ナイトサファリ勝てないイメージはもう夜のライオンだったんで、あ、夜のライオン、はい、ちょっと違うらしいですけどね、ちょっとだいぶ違う、だいぶ違うけどねだいぶ違いますけど、全然違うけど、いやでも本当になんかもう本当に美っていうものに触れたんだなっていう感じの撮影でした、そう、はい、こんなことなんかあんまり言わないよ、柿本さん、なんか自分今まで男らしく女らしくとかもっと女性らしく優しくとか言ってたら自分がちょっと恥ずかしいなって思うぐらいの、そう、なんか表現上ね、やっぱそういう言葉を使わざるを得ない時もあるんですけど、そういうものにやっぱ縛られてないところで生きてる方だと思うので、確かにね、うん、嬉しいね、それはね、今日いい夢見れそうです、ね、今日いい夢見れそのままできれば死んでくれ、やだー呪っちゃいますからねはい、そうですねっていう感じがしましたね、なるほどね、ちょっと褒めすぎたかな、あ、ね、褒めすぎよ、ちょっと褒めすぎたかな、まあでもそれはもう来週の写真見てからよ、ね、あ、ちょっとうん、そう、いやでも本当にこんだけ柿本さん言うの珍しいから、そう、本当ですか、うん、ちょ、群れた自治が喋ってみてどうだった、そのまあ陰と陽みたいな感じですかね、うん、そのだから決して交わることはないそんな感じはしました、苦手です、できることなら1年に1回ですけど、俺はもうちょっとスパを上げたいですオリンピックと同じぐらいですか、もうちょっと短くて、3年くらい、まあそうね、強烈やもんね、やっぱね、キャラクターがね、うーん、まあまあでも良かったよ、いやなんかでもね、なんかこう美しくなったりとか、こんな自分がいるんだ、ちょっと髪の毛いじるだけでもすごい喜んでくれるんですよ、だからその新しい自分とか美しい自分とかっていうことの探求心とかそういうものに対してものすごい貪欲、へぇ、うん、褒められてる、褒められてるよ、そうすごいね、やっぱ努力してるんだよね、日頃からね、普段けなされることしかしてないからとっても嬉しいです今、あ、そう、褒められる方が嬉しい、嬉しい、
でもけなされとる方が楽やろ。楽だよね。そうだよね。楽しい。おめえ、けなされてた方が楽しい。なあ、はい。いや、すごい。まあまあ、でもこんだけね、褒めてられたってことは、まあまあ相当なもんだったんじゃない、はい。じゃあ、楽しみにしててください。最後にさ、ちょっとゴリラのモノマネだけちょっと見せてもらっていい？ゴリラ、いいですよ。モノマネが得意って聞いてもらったから、はい、うん。カバじゃなくていいんですか？あ、ゴリラ、カバ、どっちが自信ある？カバ。そう、カバでお願いします。じゃあカバから言うわ、はい、じゃあちょっとじゃあマイク置きます。オッケーオッケー、地声でいくのね。何？あ、カバね。そんな、おい、分かるよ、分かるよ、うん、分かるよ、うん、長い。なんだこれ、おい。ゴリラは？ゴリラ見せた、ゴリラは？ゴリラもうゴリラのがよりリアルやね、やっぱり。ちょっともうやめてくれ、ちょっともうやめましょう。ドラえもん、はい、ドラえもん声真似なんですけど、うん、いきますね、うん、ドラドラ僕ドラえもん。いや、今ゴリラのモノマネしてるやろ。今ゴリラのモノマネしてるやろ。してないです、してないです。見てたのと一緒なんだな。してない。顔が一緒。やだもう。何にも似てないけどね。どれ一つ似てない、ね、でも面白い。ドラえもんって言っちゃってるしね。でも面白い。面白い。この間、この間国会議事堂の前でドラえもんやったら警備員さんにちょっとやめてくださいって。捕まるぞお前。危ない。オフレコで。はい、はい、ゴリラと 60% お送りしてきました。ファインダージャパン TV ですけども、うん、ゴリラどうでした？ゴリラじゃない。ゴリラじゃないですけど、今日とっても楽しかったです。良かったです。いや、俺もね、めちゃくちゃ楽しかった、うん、私もめっちゃ楽しかった。良かったわ。うん、最初ちょっと緊張してたんだけどね。やっぱちょっと構えちゃいますよね、正直なところね。よかったよかった、でも楽しかった、すごい。ありがとうございました、本当に。ね、なんか最初あだ名つけてもらったけども、はい、そうそうそう、1時間3人と喋って、はい、大丈夫、変更なしでいい？変更一つしていいですか？1個変更ある？聞きたかった、最初はスミソだったよね。スミソでしたよね。で、60分喋ってみてどうだった？なんか、ノリ。ノリ。ね、ちょっと、なんか鬼、家庭で作った海苔。なんで俺だけさ、家庭で作った運動会とかのおむすびの海苔。あ、そっちの？食べる方じゃなくて海苔ですよ、海苔。貼る方、黒いやつね、黒いやつね。しなしなしてる海苔。しなしなしてる海苔。あ、食べる方の海苔。はい。へぇ、なんでなんだろう。しなしなしてる。なんかイメージフードが出てきちゃったんですよ。へぇ、なんか酢味噌がちょっと嫌になっちゃった。え、待って、それさ、おにぎりカラーの衣装だからじゃないよね。違います、違います、違います、違います。なんかスタルテーターから。パリパリしてない海苔ね。そうです、しなしな。あ、しなしなのね。でも褒めてるんで。あ、本当に褒められてる今。褒められてる、褒められてる。酢味噌から海苔になったでしょ。大して変わんないよ、だって。まあ、じゃあ逆にお前、ゆうちゃんにちょっとあだ名なんかある？つけてください。つけたんだよ。あだ名すか、うん、無理なら無理でいいけど。あ、じゃあ、ちょっと最後に言います。あ、最後に、ね、最後に言います。一番最後な、考えのね。考えハードル上がるけど大丈夫。じゃあ、変なのしか今出てこないから、告知があればぜひ言ってください。はい、告知は、今4月でしたっけ。はい、あ、4月の29日に、うん、コントやります。おー、はい、コントやるんだ。八歳というコントイベントにゲストで29日だけ、はい、すごいすごい、出演します。はい、役は馬じゃなくて、役はまだ決まってないんですけど、やることは決まってます。なるほどなるほど、はい、勝手に勝手に、SNS はやられてる。あ、やってます。あ、じゃあそっちでね、はい、ぜひチェックしてください。はい、してください。そして本日撮影した写真は、後日ワロコア美人のサイトに掲載されますので、皆さんそちらも楽しみにしていてください。はい、次回放送は2019年4月15日の夜9時から10時、ゲストは世界一スカートをめくられている女性、黒沢ゆりかさんです。おー、なるほど、楽しみですね。はい、はい、ということでこの番組はファインダージャパンの提供でお送りしました。また来週お願いします。じゃあ最後、村田、あだ名をお願いします。ネズミ花火で。おいおい、やだ。どういうことじゃ。